ミッチ・ダニエルズは、アメリカ合衆国の政治家、元連邦政府行政管理予算局長、第49代インディアナ州知事を務めた。現在は、パドゥー大学の学長である。1949年4月7日に、ペンシルベニア州モノンガヒーラで、シリア系キリスト教徒の移民の地を引く、父のミッチ・ダニエルズシニアと、母のドロシー・ウィルクス・ダニエルズの間に誕生した。幼少期は、 テネシー州、ジョージア州など3州を行き来しながら過ごす。1959年に製薬会社に勤める父の仕事の都合でペンシルベニア州からインディアナ州に引っ越した。1967年にインディアナポリスのノースセントラル高等学校をトップの成績で卒業した。リンドン・ジョンソン大統領からその年のインディアナ州の 大統領小学生に命名されている。1971年にプリンストン大学ウッドロー・ウィルソン・スクールから優秀な成績で卒業。学士号を取得した。インディアナ大学ロバート・イーチ・マッキニーロースクールを経て、1979年にジョージタウン大学ローセンターでホーム博士の学位も取得した。1968年に共和党の候補として、 上院議員に立候補したウィリアム・ラッケルズ・ハウスの選挙事務局で働いたのが初めての政治活動となった。落選後にラッケルズ・ハウスの口利きで当時のインディアナポリスのリチャード・ルーガー市長の事務所でインターンとして務めることになる。1971年にルーガー再選のための選挙運動に参加後に市長の事務局の一員となり、3年後にはメインアシスタントとなった。 1976年にルーガーが上院に当選すると首席補佐官としてワシントン DC に同行。1977年から1982年までルーガーの下で勤めた。その間にアメリカ合衆国国立公園局に勤め、4人の娘を持つシェリー・ハーマンと出会い、1978年に結婚。1983年にルーガーが 全米共和党上院委員会の委員長に選ばれるとダニエルズは理事に任命され1年間その地位を務めた。1985年8月にロナルド・レーガン大統領の主任政治顧問とリエゾンとなりレーガン政権下で働いた。1987年にハドソン研究所の CEO としてインディアナ州に戻った。1988年に ダンクエールが副大統領に選ばれると、インディアナ州のロバート・ワーシュー知事はそのために空席となった上院の席に、ダニエルズを任命すると申し出たが、ダニエルズは家族との離れて過ごすのを嫌い断った。1990年より製薬会社のイーライリー・レディーカンパニーに勤め、1997年から2001年まで副社長だった。また、同時期に、 電力会社のインディアナポリスライトの取締役の一員としても務めた。2001年1月にジョージ・ダブルー・ブッシュ大統領からアメリカ合衆国行政管理予算局長官に任命され2003年6月までその役を務めた。長官としてはアメリカ国家安全保障会議とアメリカ国土安全保障会議にもメンバーとして参加している。2004年に インディアナ州知事に当選した。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党予備選挙で幅広い支持が期待できる有力候補と期待されていたが大統領選挙に出馬しない意向を表明した。1970年にはプリンストン大学在籍中の時に二人のルームメイトと共にマリファナと LSD を所有したとして逮捕されたこともある。 司法取引でマリファナ所持による一般的に迷惑をかけたと罪を認め350ドルの罰金を科されている。それは当然の報いだったと2011年にザ・デイリー、プリンストン氏に語っており、インディアナポリススター、ワシントン・ポストなどのインタビューでもこの過去を認めている。インディアナ州法により連続3期の周知辞職を務めることはできないため2013年1月に 同じ共和党で有力連邦会院議員だったマイク・ペンスに周知辞職を引き継いで退任した。退任後はバデュー大学の学長に就任した。2017年4月に朝日・重光み明を受賞した。ありがとうございます。